はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、ですね、JWC ですね、残念ながら、今回、T コンさん負けてしまいました。ガイハジさんめちゃくちゃ強かったですね。これはもう、さすがに56対60ということで、パーフェクトなんですけども、JWC の J1 ってやっぱり見ているとですね、前回取れなかったら負けっていう世界に入ってきてる気がします。今自分の関西クラクラクラブがいる J3 の場合だと、前回取れたら勝ちなんですよね。だからそのパーフェクト取られるってことはまあそんなないので。なんですけども、本当ね、もう次元の違う世界だなっていうことが、まあ、この、結果だけ見てもですね、本当にわかる。もう本当、JWC、J1 は異次元ですね。まあ、でもそんな中で、やっぱりですね、輝いている攻めっていうのは、スーサイドがやっぱ多いんですよ。クイヒとかオデヒっていうのが、まあ、クイヒが使いにくくなったっていうのは、まあ、ちょっと前にお話ししました。まだちょっとね、なんでっていう方は、自分がちょっとクイヒーはどうなんだっていう動画を何本か出してますんで、まあそれも見てもらったり、あとはまあ別の YouTuber の方も出してます。で、オデヒーからのイエティとか、あとはネクロマンサー、まあこれは当然強いんですけども、まあそれだけじゃやっぱりパターンが限られちゃうんで、スーサイドというところですね。本日は、このスーサイドを使ったアタックを何本か紹介する、まあ4本紹介するんですけども、まあそれぞれ特徴がありますんで、いろんなパターンのスーサイドをちょっとね、見ていってもらいたいと思います。で、まずは、これ TH コンプリーターさんの、ミダゴグさん、リーダーさんですね。この方のアタック見ていきましょう。で、ミダゴグさんなんですが、今回ですね、ここを削ってきます。ここを。どういう風に削るのってのを、ちょっとよく見ていってほしいんですね。呪文とヒーローをしっかり使っていく。この付け方がめちゃくちゃ独創的です。まずはライトニングを打つんですけども、ここですね、クロスボウに当てる、インフェルノに当てる。で、さらに、ここ、相手のアーチャークイーンが動いたところで、動いたアーチャークイーンの真上にライトニングを落としていって、クロスボウと宝石を折る。で、ここの、シングルのインフェルノと、クロスボウに、ダメージが入ってるのは、この後わかるんですけども、これですね、ロイヤルチャンピオンがホーミングシールド投げるんですよ、ポーンと。投げたホーミングシールドで全部こう削れるようになるんですね。そうするとなんと、でもこれ秘書剣だったと思うんですが、中から来た援軍がラバーハウンドなんで、ダメージ受けずにラバーハウンドを処理できちゃうという、まあ、ミラクルが起こるわけですね。まあ、この発想力はすげえなーっていう。ちなみにミダゴグさん、ちょうどこの後ですね、ボイスチャットをTコンさんみんなでやってて、なんか歌歌ってるっていうんで、僕もちょっと言って、聞かせてもらったんですけど、めっちゃ美声です。T コンさんのね、このミダゴグさんが作った替え歌ってのがまた面白くて、このクラクラにちなんだ面白い替え歌歌ってるんですけども、歌詞見るだけでも笑いますんで、ぜひね、ミダゴグさんの、ツイッターですね、アカウント探してもらって、過去ツイートこう遡ってもらうとあります。白日とかね、今回歌ってたのは、プレテンダーっていう歌があるんですけども、それで、なんか、レジェンドで前回トリテンダーっていう歌を歌ってましたね。本当に。名前から聞いてももう面白いですよね。で、バーバリアンキングはこれ相手のロイヤルチャンピオンのターゲットを取りながらストライカーで処理していくという感じですね。で、これで完全にもうルートが出来上がります。こんな感じですね。ラバーハウンドのルートっていうのが、まあ、こんな風に出来上がってるイメージですかね。なんで、ここからこうラバーを追加していってますね。こういう風に。わかりますかね。ここでラバーハウンド使いとバルーン使いっていうのは、まあまあ、すげえうまいんですけども、まあそんな今日注目するところではなくて、やっぱり注目すべきは、アイデアですよね。まあライトニングとクエイク、あとロイヤルチャンピオンのホーミングシールドっていう、この3つを使って、いかに効率的に施設を壊していくか、っていう、まあことが、すごい、なんていうのかな、面白い環境になってます。なので、今みたいにその、ライトニングだけで折り切るんじゃなくて少しダメージを入れておいてロイヤルチャンピオンのホーミングシールドで折ることを前提に、プランを考えていくっていうのがですね、まあめちゃくちゃやっぱりその決まると気持ちいいし、こういう結果になるわけですね。めっちゃこのユニットが余ってるっていう、まあ、こんなような形を作れたらまあいいなということで、まあ、今回はまず1本目ライトニングとクエイクの呪文を上手に使った、ロイヤルチャンピオンの展開の仕方というところでした。で、もう一個見ていきましょう。今度はですね、ガイハジさん側の攻めを見ていきたいと思います。マサムネさんですね。このスーサイドが、まあ、やばかった。で、ここまで壊していくんですよ。ざっくり言うと、この辺ぐらいまで。ガツーンって。信じられます？こんな壊れんのかよって思うじゃないですか。どうするかっていうと、
ライトニング7ハースで相手のアーチャークイーンとこのシングルインフェルノの投石機、これを沈めていきます。クエイク持っていってないので、もう一気に7ハース全部、アチャクイがいいとこに来た瞬間に、ここですね、ドーンと落として全部折っていきます。で、こうすることによって、まず、こちら側の火力がだいぶ低下しますから、ジャイタテからのロイヤルチャンピオン。で、一気に、周りの施設を削っていきますね。で、反対側というか、まあ、こちら側、三次方面側に関しては、アイスゴーレムを当ててからの、ウォールバスターですね。で、バーバリアンキング、アーチャークイーンも入れてきます。しっかりサイドカットですね、ベビドラでしてるところも見逃せません。で、これをするのは、当然ながらこっち、ロイヤルチャンピオンがいる方っていうのは、だいぶ、ライトニングで削りを入れてるんで、ロイちゃんがもうガンガン無条件で伸びてくれるんですけども、残念ながらこっちの投石機、マルチインフェルノのロイヤルチャンピオンがいるババキンクイーン側っていうのはそうは言ってないので、これはしっかりと、ケアをしていけば、していかなければいけませんね。で、ここに、防衛軍が出てくるんですが、しっかりポイズンで固めるんですけども、それプラスですね。多分スーパーバルキリー入れてんのかな。で、そのスーパーバルキリーが弾けたところに、しっかり今ババキンが乗っかって相手のババキンを処理してきましたね。この細かいテクニックは、まあ、ここまで正直真似するのは至難の技かもしれないですけども、まあ、その、ライトニングを使うだけではなくて、ウォールバスターを使っていくっていうスーサイドの形っていうのは、タウンホールに向かってこう攻めていけるようなこういうルートですね。今回で言えばこういうルート。で、ここで今爆発しましたけども、ウォールバスターが。そういうルートが得られる場合っていうのは、だいぶ、まあ、ウォールバスターの中に入っているユニットも盾になってくれますんで、使いやすいですね。なので、ウォールバスタープラスの、なんだ、スーサイド。これも非常におすすめです。その代わり、タウンホールをしっかりこうですね、グランドボディのトームを使ってバルーンで折っていかなきゃいけないんで、これ、しっかりできないと、タウンホールが処理できずに、まあ、とんでもない大事故になっちゃうよと、まあ、いうことがあり得ますね。そこは注意というか、確実に、スーサイドパートでもタウンホールが起動するレベルに破壊が伸ばせるかどうかというのは多分大事ですね。破壊が全然足んないような状態でそれやっちゃうと、タウンホールをスルーしたり、まあ、行ったり来たりしちゃったバルーンが全部、タウンホール起動した瞬間にやられちゃったりするんで、それがないように気をつけると、あと投石機ですね、これ残したりしちゃうとだいぶトームを使わされてしまったりもするので、投石機、あとは相手のヒーローとかですねが結構たくさん処理できている状態じゃないと、こういう攻め方ってのは多分通用しませんが、逆にそれができちゃうと、今のこの政宗さんみたいにとんでもない破壊力で押し潰していけるということですね。ウォールバスターを使ったスーサイドでした。はい、で次3本目こちらですね。ポテト公爵さんが取っていってるこのスーサイドも結構すごいです。で、どこまで壊すかっていうと、ここを全部壊していくんですよね。これ信じられます？ここですよ、ここ。えらい領域を壊していくと思うじゃないですか。どんな風にやっていくかっていうと、まずライトニング7発プラスクエイク1発で、このイーグル砲を中心とした区画っていうのを潰していくんですね。で、まずカットを入れていってますけども、カットを入れていきながらヒーローたちをここに、入れていきます。この区画ですね。で、今ライトニングを打っています。カットの進行が当然待ち時間になっちゃうんで、その待ち時間の間にライトニングを打ちながらクエイクを入れていって、こんだけ削っていきます。で、そうするとラバルのルートを作るので、やっぱり、まあ、こう、せめてこういう風なルートを作りたいというわけですね。こういうルートを。こんな感じで、アイゴレ盾からの、キングクイーンで、インフェノタワーですね、これを1本折っていきながら、このあと、投石機とアーチャークイーンも狙っていきます。バーバリアンキークがこのクロスボウと大砲の滝を取った瞬間を見計らってロイヤルチャンピオン出すことによって、ロイヤルチャンピオンが序盤ダメージを受けずに、この、マルチインフェノタワーにリーチしていけるというところですね。しっかりとクロークを発動したクイーンが投石機と対空砲まで折っていって、あともうルートが完成という形になります。こんだけ狭いルートがこうも出来上がってくると、ぐるっとね、回すのは、まあそんなに、わけがないということですね。このスーサイドがめちゃくちゃうまくて、まだ、アチャクイまで生き残っちゃってますからね。で、まあ、今回のケースっていうと、これ、クラン城が非常に遠くにあるんですね。これまでの2本みたいに、クラン城を、にか来る援軍を処理するっていう、まあ、ことが必要なかったのが今回の攻めで、そういう場合においては、もう援軍っていうのを、もう無視した形で一気に攻めていくための、スーサイドというのをやるっていうのも手ですね。でもね、援軍の処理ってやっぱ結構大変で、
今回見てもらって分かるようにこれ援軍出てこないんですよね。だからこれもう完全に、空には反応してラバハンドとかが入ってたんじゃないかと思うんですけども、そういう援軍がいる場合っていうのはむしろこの援軍をライトニング7発とかでね、クランジを壊して無効化するなんていうのはもったいない話になってきちゃうので、逆にだったらいっそのことを、無視して呪文を他のところに使ってよりアドバンテージを取っていくようなプランを、考えようということですね。ちょっとこのトームが、早かったのかな、切れてから爆破ダメージを食らっちゃったんでだいぶバルーンが傷つきましたけども、まあ、このままあとはエイストプラスフリーズ残ったバルーンで、外周から押し切っていって一気に全部壊すという形ですね。いやお見事な、全開です。やっぱりその数制度やる場合に一番考えなきゃいけないのは援軍の処理ですね。まずこれに捕まってしまうといくらポイズン持ってたところでだいぶ伸びが悪くなっちゃうので、ライドニングとかも使って援軍を、出てこないようにもクランジを壊しちゃうかないしは、2本目のようにバスターとかね、またゴーレムとかそういった盾役をしっかり持っていって援軍を処理しながら進ませていくか、さらには今回のこのポテト公爵さんみたいに援軍出てこないところを数サイドで削って援軍を無視するパターンってのを作るかですね。まあ、これも秘書権だからこそできる、まあ、プランニングではあるんですけども、やっぱり、秘書権で確実にこう全開取っていこうと思うと、なるべく一本目のリップの参考箇所っていうのを、活用していくのがやっぱ求められてきますね。今回みたいに、防衛援軍の中身っていうのもすごく大事で、まあ、それに合わせた攻め方をしたスーサイドっていうのがこの3本目ですね。というところで、次はですね、関西クラクラクラブ側に行ってみたいと思います。はい、ではこちらの攻めですね、ジョーカーさんのアタック見ていきましょう。ちなみにこれ天野社ジョーカーさんではなくて別のジョーカーさんなんですけども、まあ、この方もね今もうめちゃくちゃうまいです。完全にここ数ヶ月で頭角がめっちゃ現れ始めて、もう今やクランを牽引する完全にリーダーになってるんですけども、クラン城とあとはこの、なんだ、タウンホールが密接している場合にできる戦術ですね。まあ、これも知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、このタウンホールにクエイク3発を当てておくことによって、そのクラン城にクエイク3発プラスライトニングで、まあ、これ壊すじゃないですか。で、同時にタウンホールにも当てちゃうんですよ。で、起動させることによってロイヤルチャンピオンがそこに向かっていって、こんな感じ。シールドプラス殴りを入れて、一気にホールを壊していくんですね。で、さらに今、忘れちゃいけないのは、ここにあったおでん像と、あと、透析機にも追加のライトニングを打てたんで、そこにまでホーミングシールドを刺して、一気にここまで削っていく。で、ここまで削っていけないのはキングとクイーン。本当は多分ね、キングここに入れたかったんでしょうね。でもちょっとこれはもう残念ながらミスになっちゃったんですけども、クイーンも逸れちゃって、なんか下の方に行っちゃってますしね。この辺のミスはあったもののですよ。タウンホール防衛援軍、クロスボウ何機かな、1、2機折って、さらにロイヤルチャンピオン投石機、こんだけ折りながら、ラバルのルートがもう出来上がるということなんですね。で、やっぱこれからですね、その注意しなきゃいけないのは、タウンホールと、あと、クラン城っていうのをこう近くに置いちゃうと、今みたいな形で、まとめてライトニングとロイヤルチャンピオンで処理されちゃうっていうことですね。1本目のミナコグさんのアタックっていうのはクラン城ではなくその周辺の火力だけをライトニングで削いで、あ、まあホーミングシールドかなで削いで、で、防衛軍をロイヤルチャンピオンで楽勝処理するというパターンでしたけども、あれとは少し違うんですよね。今回のパターンっていうのは完全にクラン城を破壊する前提でライトニングを打ちながら、かつクエイクを多め3枚積むことによって、この3枚のクエイクで、タウンホールにもダメージをがっつり与えていくと。で、弱ったタウンホールをもうロイヤルチャンピオン一体で倒していくっていうパターンですね。まあ、今回、その、ここ、コース機器とか、グランドオーデンの像とかは、ホビングシールドでまとめて折れるので、おまけにじゃあ折っちゃえということで呪文を少し積み足したんですけども、これやる場合っていうのは、当然クランジをの周辺にライトニングを打って、さらにホーミングシュートを使ってもいいんですけど、使うことによって、ロイヤルチャンピオンがタウンホール殴っている間に別の防衛からダメージを受けないというのがもう大前提です。これ受けちゃうと、まあ、フリーズの呪文を1個追加するとかいうことをしない限り体力持たないので、当然スケルトントラップなんかもそうなんですけども、ロイヤルチャンピオンがこういう風にタウンホールを処理、できる条件っていうのもね、忘れずに使ってもらえたらいいかなという風に思います。まあ、逆に言うと防衛側は、
スケートラなんかを1個置いておくとだいぶ違うのかもしれないですね。とにかく、今の4本目のジョカさんのこのアタック、すごい、威力は抜群なんですけども、クランジョを壊しながら、クエイク3発をタウンホールに当てる。ロイヤルチャンピオンがそこにアプローチしている最中に、オデンゾとか、陸のクロスボウとか、そういった、施設から、ロイヤルチャンピオンがダメージを受けないようにする。これが、非常に必要になってくるという、結構ね、使い方が難しい、上級者向けのテクニックにはなってくるかと思うんですけども、これも強いので、ぜひですね、この4つの方法、皆さんで、自分に合うものから始めてもらったらいいと思うんですが、使いこなしていただけたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日終わりにしたいと思います。だいぶ難しそうな、スーサイド4つをご覧いただきましたけども、 100% これと同じことを別にできなくても何らかですね、この中から自分がその使えそうなテクニックのヒントみたいなものが見つかったら本当に嬉しいなというふうに思いますし、そういった場合にはぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、関西クラクラクラブも TH コンプリーターさんもですね、それぞれ、まだまだタウンホール13のメンバー募集しますので、気軽にですね、対戦好きだよっていう方は遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうにも思いますので、よろしくお願いします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。